ネバーのタイトルマッチまで、あと1週間。たった1週間。もっと長く続けばいいのになって思う。なぜか、高木選手、彼はチャンピオンの器だ。そう思いました。けど俺の方がチャンピオンの器ということ。一週間後、チャンピオン姿、楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。ある意味、棚橋宏の勝利宣言で す, です、ね、ナチュラルにひどい、すごいひどいこと言ってるような気もしますよ、僕は。どうですね、矢野選手が指摘してた、はい、そう思わせないと、はい、必ず自分の方が上に行きますね。ちょっと待ってください、井口がヘビーのベルトを今ちょっとギターに見立ててますね。まさか和戸選手、ギターうまいぞ、はい、新進系のニューミュージシャンですからね、はい、おお、空から降ってきた、おお、高い高い、はい、これは7回、8回ぐらいまで行ってるな、これ、はい、今ゆっくりとゆっくりと、はい、7回、6回、落下地点に入った、キャッチ、あ、井口浩太に僕には楽器はないんですかと、辻選手が持ってきました、辻選手持ってきた、ああ上がりましたね、これも高く。ああ、これベルトで受け止めたと大丈夫、はい、結構重いみたいですね、まあベルト2つありますからね、はい、大丈夫、今日は時間あるから大丈夫、よし、後楽園、まさかやっていこうぜ、スリーピース、井口選手引いてないですね、井口選手もういろんなもの持っちゃってるから、はい、いろんなもの引くの諦めましたね、あ、あ今あ引いてる、もう片手間に引いてんな、どこに弦があるのか分かんなかったなんであんな表情したんでしょう、ならじゃあ なんで欲しがったのかってことですよね、そうそう、そもそも、はい、うわ、ワト選手うまい、やー、ワト選手はもうエアギターの担い手ですね、もういそうですもん、本当にバンドマン、おー投げた、投げちゃダメですよ、投げちゃダメですよ、これは投げてはダメです、あ、戻ってくるのか、大事にしよう、あ、本当にやりそうだもんな、はい、さあまだアンコールが続いている、お、消毒されたギターが、はい、消毒されたギターが来ました、おっと、ワト選手にも、ラストエアギターが来て、イブス選手はなんか両手で弾いてますよ、何を持ってんだイブス選手、何の何を弾いてるんだ、何弾いてんだあれ謎の楽器ですね、ワト選手うまイブス飽きてるんじゃないですか、まさか、あ、大丈夫ですかあいつ切るの早いな、子供みたいだな、でもね、先に帰らないだけマシですね、大丈夫、エアだから、さあ、井口浩太が謎の行動をとっています、皆さん、本当に今日はありがとうございました、日曜日ということで、明日からまた1週間頑張っていきましょう、今日は本当にありがとうございました、じゃあ最後に後楽園を皆さん愛します、最後は
田中剛の愛で後楽園ホール大会がフィナーレを迎えました。なめんなよ小僧。おい小僧なめんなよ。てめえの蹴り聞いたよ。何がゴーエースだよ。ゴーエース？俺の耳にはノーエースって聞こえるぞ。お前らどっちだと思うんだよ。おいゴーエース？いやいやいやノーエースだよ。あんなのエースじゃねえだろ。マッシュは逸材でもねえな。おう、そんなことがあれやろ。なんだと？ネバだったら当たり前に取れるだと？そりゃそうだよな、おい。俺と田中で実績比べたらそれは運命の差だよ。だがな、リングに上がれば実績なんか関係ねえんだよ、バカ野郎。おい、この高木慎吾も当たり前のように取れるかどうか、おい、その身をもって体感してみろ。おい、今日だってお前触った程度だぞ。おい、明日回るな後楽園。田中宏言ってんだろ、逃げんなよ。エースなんだろ、逸材なんだろ。明日とことやろうぜな。あノーエース。ここ数年ないくらい気持ちが充実します。それは俺が引き出されたのかな。悔しいから、それだけ高木選手の存在、力量がチャンピオンとしてふさわしいということ。リング上で言ったけどね、この団体でもチャンピオンになって牽引して盛り上げてっていう、チャンピオンを何たるかを知ってる、よく知ってるけど、俺も知ってる。ああ、今この時期このタイミングで高木選手巡り合えたことを感謝します。だから、まあ、全力で高木選手が知ってるイメージする イメージ通りのそれ以上の田中で名古屋行ってきます。ブッサ、お前昨日俺にコメントで何が分かんねえことがあるって言ったな。俺はな、 IWGP ジュニアのベルト、 IWGP ジュニアチャンピオンになることを目指している。そのために俺は一つずつ今自分に必要なものを探して見つける旅をしているところだ。今日の試合でお前の張り手を食らってな、いいものが入ってしまったよ。あ、この痛みやり返してやるよ、お前の顔に。サンさん、返信ありがとう。返信ありがとう。でも僕が言いたいことほとんど伝わってなかったみたいな。僕が言いたいことは、なんでこのベルトとこのベルトが欲しい理由、それは聞きたい。